いけそうと思われちゃってんのもどうなの。だってそれ何これ。いけそうって思われちゃって、いけそうって思われちゃって、始まっちゃった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 。見ろと思ってない。あれなんでまだいるの。ね、まあまあ絵的にね、絵的に、はい、絵的には必要、確かに必要か。ということで、はい、道玄坂チェリーズの月刊草野球ニュース始めました。始まりました。今日が第何回目なんでしょう。今日は 4,5 回目じゃないですか ね、 ね、視聴率すごいいいらしい。そう、聞いてるけど7000億人聞いてる、ね、いやもう、もう国内じゃとどまってないんです。僕ら地球じゃとどまってない。そう、僕らね、はい、僕らもう行っちゃってます。僕らね、ちょっと地球規模じゃ収まりきらなくて、うん、僕今度舞台出るんですけど、それがまた宇宙人を出してくれる。7人の宇宙人、そういうことだね。舞台にちょっと出てそれ、バットとボール使ってる。バットとボール関係ないですよ。まあそうだよね、宇宙人だから。そしてなんとこの曲聞いたことありますか皆さん。え、これ一番のニューシングル、サニーでございます。あら、もう流れるの。あれ、これはね、ボーカルのユキタ君の幼少期です。うわ、なんかタンクトップのここの柄気になる。これ何なんだろうね。これ何の柄なのこれ。いやでもなんか顔的にはさ、将来絶対男前になるじゃん。なるよ、なってんの今。いやだから答え合わせできてんのかよく分かんない。いや答え合わせ、ね、答え合わせで言うとバツでした。ここの柄が気になる。とりあえずなんかいいとこの子っぽいですね。でこの曲をその7人の宇宙人の主題歌で使ってもらう。あ、やっぱ地球じゃ収まんなかった。え、でも国内じゃん。国内の朝がやつ。宇宙人が出るんですね。これが使われるんですね。宇宙人いっぱい出ます。すごい。あ、そう。中はいつ出演するんですか。僕はですね、12月の2日金曜日に出演させてもらうので、まあ番宣的なことですよね。この曲俺らはやりましたけど、5分だけ出演させてもらって。あれ、よく、でも割と長いよ多分。舞台の5分は長い。長い、長い。人の目が集まる5分って俺耐えきれないと思うんですよ。じゃん、じゃん、出たちゃん、出たちゃん、はい、彼の口癖。もう5分で、こんな滑れないよくらい喋れんのかな。ちゃんと5分喋れるかな。しかもセリフなしのクソアドリブだから。だからさ、だから、そう、台本なし。周りの人はプロじゃん。プロでしょ、周りプロ。プロの中に、だからそのステージのその時間帯に何人立ってるの。プロは、プロはすげえ立ってる。10人ぐらいだったやつぐらいの中に素人が1人ぶっこんで、そうそう、だからあいつらの腕試してやる。どんだけ上から見せるか。忍者さんたち聞いたらびっくりしちゃうよ。素人をどんだけ扱えるか俺が見る。向こうどんだけバカ積んできてると思ってる。いやだからそういう意味ではある意味なんかこの何なんかボケとかそういうの拾ってくれる可能性もあるけどね、うん、いやだからボケる。いやだからそこに対応できてるかどうかじゃ、うん、舞台の人ってまた違うじゃん。あ、そうだよね。なその笑いというところじゃないところに、うん、の境地にいるから、うん、だから俺はボケにボケ倒してほしいわ、もう本当に。いやだから拾えないぐらいボケた方が本当はいいんだろうね、うん、で何やったのあいつみたいな。そうだからどっちに振り切るかじゃん。どっちに振り切るか。だからさ、あなたが客席を僕の知り合いでもっと埋めたいんですよね。あ、じゃあそれは逃げだわ。それはもうなんかあの保険かけすぎ。保険かけない人生なんてあなた生きていけますか。いや保険かけてきたんかい。そうそう。何これ一番かけてきてないやろ。そして謎に座ってる OSK。 これでも保険だからこれ。確かにある意味ね。絵がね、ある意味ない。ある意味ある意味。ゲストさん出てくるまでやっぱ おっさん二人じゃ持たないし、何の番組。いやいつもそうやってやってきてんだから。いつもそうやってやってきた。俺らそうやって、そういつもそうやってやってきた。見てないな。さてはさては。アーカイブ見ますね。あと俺らこうやってファン作り始めて、うん、作り続けて7000億人。うん、えそ
まで7000億着やばい、7000億人に嫉妬される、ね、そうそう海外全員女子だからあ、ね、でもそうですよね、海外も見てる、そう、国内だけじゃ、うん、収まりきらない、うん、そうそうね、すごいですね、まあ、鳥越はね、東京のハリウッドって呼ばれてますから、うん、2回も出演できたパチパチやってるけど嬉しいです、本当ですか、うん、うん、本当に、いつまで行く、いやもう帰るよ、もう帰るよ、じゃあじゃあゲストの呼び込みだけやってってくださいよ、ゲストの、ゲストの方はって私は去ります、今日、ちょっと猿猿猿って、じゃあじゃあ、あの前の番組ちょっけっ、はい、毎月第3日曜日の19時から19時50分まで、うん、雪男の叩き売り TV っていうのやってましてですね、はいはいはい、それのこの番組はそれの続きの番組なんですけど、はい、その叩き売り TV の方に出演されてた大阪美香さん、おありがとうございます、最近オリジナルソングを出されたということです、ね、そうなんです、さっき言わせてもらって、うん、もうリュックにしまっちゃいました、うん、完全売り出し中のあれそれ出る曲、曲出る、曲は今日預けた、本当におあれあれ急だけど、急だけど出る、出る、何でも出してくるからな、本当に、でもその OSK はだから大阪から撮っての、はい、そうです、あーありがちのね、ありがちね、曲出るんじゃないすぐあれちょっと待って、なんかてんやわんやしてる、あっちが、あっち側が、じゃあはけますか、あっち側さっき MV 流せなかったけどツイッター見てください、大阪美香です、大阪美香のツイッター見てください、はい、ツイッターぜひ見てください、固定ツイートになってます、帰ります、ということで今日のあ、出た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 、なんかさこんな表情見せんのうわ、なんかこういう時だけじゃんこういう時だけだろうな、まあ、なんだあれ、ラムネ、ラムネ、そうだよ、今半分残ってたもんだって、おでこ出してる方がいいよ切っちゃった切っちゃったね、へえー、なんかあれつけるタイプなんだ、足首やだやなんだけど、なんだっけ、足首につけるやつなんだっけ、俺昔つけた、そうミサンが、あミサンがつけるタイプなんだ、取れないんです、うわっさ願い込めちゃってるんだよちゃんと全然かなってないわ、うわじゃ帰ります、ありがとうございました、じゃあ今日のゲストさんは、はい、ですね、石川まどかさんっていう方なんですけど、まあ、自称恋愛番長ということですね、ということは恋愛で、恋愛トークで盛り上がりましょうか、でもそしたら番長ですからね、恋愛の一本下駄ですよ、あれなんかうまいこと言った感じだったけど、なんかそんなそんなね、おなんか落ちてこなかった、いいところがあった、うん、いやもうちょっと保険かけとけよかったこの鳥小屋ズーリーでも、なんですかね、あれ出してもらっていいですかね、彼女の番組のあれを、お読んで、なんでこれ、鳥小屋ズーリー、恋愛番長石川まどかのチューズデイ、チュー多い、チューが多い、チューが多い、チュー多いな、抜けたかな、これあれでやってんだね、はい、中で、中で、最初の中から、これを毎月第4火曜日19時からやってるという石川まどかさん、今日来ていただいてますので、じゃあご紹介しましょう、へ、ほら来た、入れ替わってる、怖っ急に入れ替わる、急に平均年齢上げに来た、確かにねババアです、急にババア、いや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 、いや今日もおしゃれでね、ありがとうございます、本当になんか前回に引き続きの登場ですか、あはい、ちゃっかり、ちゃっかり、はい、すごい、どこにでもいるんだから、ね、確かに確かに、あなたと紳士アキコは本当どこにでもいるあれアコちゃんいないんですか、あのスナックアキコ、今日はねスナックアキコじゃないんですよ、これもう僕らの聖域なんでですね、はい、誰にも邪魔させないというか、一番ゆったりやらせてもらう、じゃあ乾杯、じゃあ乾杯、ようこそ、ありがとうございます、まさかの2回連続、そうですよ、いやでも確かになんか前回のなんかその回がなんか途中で終わった感はある、うん、いや途中で終わったっていうか急に来たのよ前回は、そう急に来て急に終わる、うん、なんかその話の流れも途中で終わった気がする、そうあのゆきちゃんに会いに来たんですよね確か、あそうそう、はい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 、ね、はいはい、そしたらもう出ちゃえ出ちゃえで、出ちゃえで、そうそうそういやでもあの雪男さんと、うん、あの時インタケさんもいた、いたいたよね、いた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 、でその4人の男だけのあのメンツ結構ねやっぱ疲れるんでこう石川さんとはいえ女性なんでですね、
ね、うん、まあいていただいてある程度花があったというかですね、こう見えてる、おー、あるあるんだね、なんかよ、ね、いやどこ見てんねん目線恥ずかしい、いや目線どこ行っちゃ、目線どこ飛んでんの、結構照れやん、ちゃんと俺の目見てほしいわ、なんかすごい横見てた、はい、あれツイッターいただいてます、あれお便りお便りお便りが、あの仲良しのヨネヤさん、え、ヨネヤさん、ヨネヤマナブさん、エクセルで統計学を教える研修講師、うん、あらハートそう、あの明後日の番組にも出てくれて、なんかちゃんと見てくださる、あーそうなんですね、はい、スーパーリスナーなんです、スーパーリスナー、うん、数少ないファン。本当ちょっと。もうところどころアミコさん恥ずかしいから。うわあ、ヨネヤさんありがとうございます。ありがとうございます。もうちょっと長い文章くださいね。はい。読み切れないぐらい。あらあらあらだが。この番組内で読み切れないぐらい。そうそうそう。それで終わるわ。というわけで石川さん今日は何をしに来られたんですかね。何しようか。待って待って、普段ご自身の番組ではどんなことされてるんですか。番組では恋愛の話とか、うん、なんかちょっと下ネタも交えた、ここの曲って、うん、あのアルコールも OK だ、下ネタも OK なので、いやそれなら私もね、あのいけるなと思って、下ネタ OK なんすか、えこの曲聞いたことない、聞いたことない、話したことないっすね、そうでしょ、でもね、でもね、もしかしたら鳥小屋釣りでもダメかもしれない、うん、ダメなんすかね、結構えぐい、あ下ネタ OK な曲でも話せないほどのそうなんです、この間性のセミナーやったんですけど、はい、なんかこう、あのまあこういう話したらいいかなって思って話したら、それ上級者すぎるからっていう激しいツッコミが、それどっから突っ込まれたんですか、司会の人からです、下ネタだけに突っ込まれたんですね、そうそうそうもう下ネタ始まっとるやん、それよすごいうつろな目で言っちゃって始まっとるやん、あでもそれ普通に流れてるんですよね、だってそうアーカイブにも残って、アーカイブは流さないで、そのそれぞれの、うん、そう、あの性の悩み、まあその時は女性の距離、女性向けにやったんで、はいはい、距離感だからこうわって詰められると怖いし、心はまだ許してない人だと、うんうんうん、でも私、例えば女性、私は好きなんだけど、もっともっとグイグイ来てくれたらいいのに、うん、来てくれない時にどういうアプローチをしたらいいかっていうようなセミナーだったんですよ。で、まあこれを話して平気だと思うんですけど、まあ、ダメですよ。ダメ。なんすかなんすかなんすか。しおるな。ごめんね。先に続けて続けて。先にこう男性をその気にさせるためのこう何かこう必殺技があればっていうことだったんで、その時にこう話をしたら上級テクニックすぎる。いやこれひょっとしたら俺らも気づいてないだけで食らってる可能性ありますね。あでもまだ食らってない。いやじゃああなたには別に食らうつもりもなんもないんですよ。壁を感じる。えそんなことだから男と女のうまいことやられてる可能性ありますよね。男と女の恋愛ってなんか男がアクション取る比率が全体的に高い気はするけど、うん、8、2ぐらいで男の方が8な気はするけど、うん、違うんすか実は。実は違う。要はね、その時に話をしたのはやっぱり男性は狩りの生き物だから、うん、やっぱり自分が主導で動きたいってところがあるから、うんうん、女の人からガバって言っちゃうと引くじゃないですか、うん、でも私は食べてもいいのよっていう空気を出すためのこう、なんていうのか、テクニックとかニュアンス、それが下手なんだよな、だからもっと出せよっていう、男は自分が狩りをしてると思ってるじゃないですか、うんうん、本当は違くて狩りを刺すさせられてるというか、だからさせないといけないってこと逆に、あデートに来てて様子見をしてる人もいるけど、うん、食べてもいいのよってそうそう大胆になっていいのよって気持ちを持ってきてる人もいるので、その大胆になってもいいのよっていうのの匂わせ方というか、まあ、最終的にはバクッとこうね、こう主導権を男性に握ってもらうんですけど、うんうんうん、でもその匂わせ方が微妙な場合もあるので、分かりやすくいいのよっていうスキンシップの仕方を、難しい何それいやもっとなんか匂わせ方をね100ゼロでやってくれるとこっちも楽なんですよ、ね、そう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 、いやそういう世の中を男は望んでる、本当分かりやすくもっと、えその時に話したこと話しちゃって、はいはい話しちゃって話しちゃって、うん、あのねえねえっていうか、うん、なんかこう歩いてる時に、うん、こうトントンってなんとなくこう手をこう
手のところちょんちょんってして、こう自分からこうちょっとなんとなく絡ませていく感じを作って、でまあこう結びたい人もいるし、こう結びたい人もいるし、こんな風にしたい人もいるかって、どんな風にするのねえねえ、どんな風にするねえ、あはんとか言いながら、こうちょっとこう一言多いんだよイチャイチャっとしていく感じだと、ちょっとそういう気持ちになったりするかなって思って。いやそれってなかなか女の人からやんない。いや、やんないようでやってるんだよ。やってんの、あの人結構ね。小出しなのよ。でも小出しが小出しすぎて気づかないパターンがあるのと、これどっちって思う時もあるじゃん。え、そこで、うん、こんな風に触られるの好きって言われたらちょっとその気になってくれたりするじゃないですか。あ、こういうの気持ちいいとか言って。なるほどなるほど。いや、そこまで言わないでしょ。言わないんですか？言われたことないだけでしょ。ないだけだわモテ男な感じ出してくんだよ急に急に出してくんなってちょっと知らねえよ。でも何故にアビコさんこうちょっとヒゲがあの多少生えてる感じで、ちょっと男を今日は出してる感じですよね。おおなるほどヒゲは勝手に生えるの。生えるの。そう、今瞑想してるだけだって俺自分探ししてるだけだこれ割と結構会社内でもあんま評判良くない。良くない。そう、ヒゲ生やしててなんで、え、どう言われるの、それって言われるの。な、いや、なんかどうしたいの、ちょっとな、まあいろいろあってなんかヒゲ生やそうかなと思ってヒゲ生やしてなんかあんま良くない。お客さん受けもあんま良くない。本当。で、どこにも受けてないじゃん。え、どこにも受けてない。どこにも受けてねえんだよ。俺だって、俺もこの間、俺のイベントでちょっとアビコ君とチューさせてもらったんですけど。うん、見た見た、ディープキス見た。ね、あ、いましたもんね、うん、現場に一番最前列に。一番いいところで見てください。最前列にいましたから。スペシャルリングサイドで。そうやってベルが絡み合うところも。マドちゃんちゃんと最前列一番前で一番いい見やすいアングルのところにいました。ヒゲが刺さるのよ。言ってた。痛いの。女の気持ちがよくわかる。お前もな。僕はでもまだ品があるじゃないですか。どこ、いや品がないのか仕方ではないでしょ。そったよ。でも、なんかエグかったです。なんかこうやって口びらかさなるんだって、二人はこういう風にするんだって。いや、初めて AV 見た人か。じゃあ、あの流れね、あの流れなんかね、悪いよね。周りが悪い。だって俺もそんな感じで言ってないもん。いや、お前誰とでもチューしたがるじゃん。誰とでもはやめろよ。積極的に舌入れてくるタイプ。誰とでもはやめろ。なんで被害者見てきたの。やめようやめよう。でも基本自分より年下とかじゃないといかないんだけど。あ、年下が好きなのね。そう、年下の、年下の老け顔の男の子とかしか行かないんですよ。薄いよ、薄いだらしいよ。それいいじゃないですか、幅が広くて。いやでも彼とはもう何回も口振り重ねてますから。そうですね。言うても、中友みたいなとこあります。だって私あのもう見た時に、前に行った時に、この二人チューする気がするって思って。え、思った、思った。なんかなんとなく空気で、でキースって誰かが言い始めて、そう、言い出す。誰か言ったんだ。じゃあ言ったんだ。ああ、そうなんだ。じゃなきゃいけないもん。俺も後押しないといけないもん。か弱いんだけど。でもサイン出してましたけどね。出してたの。あ、それ気づかなかった。こうやってやられた。やられた。なんかこう、どうやってどうやって手つなぐの。こっちかこっちかわかんないけど。ナビコさんってどうやってどうかわかんないけど。はい。あった、あれあった、あったのよね。うん、コールがあって、そう、でもキースって来た時にもう2回目にはキース、キースって、そう、もう乗せられて、完全に乗せられた。見たい、見たい男同士と思って、てかお二人はどんな感じでチューするのか見たいなと思ったから。いや本気出したらあんなもんじゃないから。ない、あれよ、あれはどの口な感じ。あれはもうビジネスチューだからね。まあ確かに人前で見せるためのその本当のチューは違う。だ、 AV のセックスが本当のセックスと思ってるタイプじゃんそれって。あー、うん、あれはもうビジネス。確かに、うん、もっと想像させちゃいもんね俺らは。書き立てたいよ、ね、うん。何の話やで。何の話。いやだって俺、ね、俺言うたら、あの僕結婚してるんですけど僕あの結婚式の二次会で、うん、こいつとキスしてますから。そうなんだっけ。じゃああれ覚えてないでしょ、うん、俺、うん、あの嫁に言われて思い出したもん、うん、へえ、っていうかさって、うんうん、え、宇治橋さんと普通にキスしてたよねって。じゃああれだから、あの嫁だけじゃなくて嫁の呼ばれてる友達とかも見てるのあれね、はあの会、あの式場割と割と広いじゃないですか。だから僕がやった時って、え、それ二次会とか。そう、二次会で。だから式場と二次会僕ら一緒だったんですよ、うん、ね、で地元のとこでやって、でそのでっかいフロアの端っこでやったつもりが、う
ねえねえっつって、うちの嫁に友達が気づいて、ちょっと旦那キスしてるよみたいなそう後日談で聞いて怪我されてんな。そうだから、もうあの分かっちゃうんだね、ああいう場でもね。そう、なんかちょっと盛り上がっちゃうと、やっぱりなんか耳に入るのか分かんない。そうだね、だから僕の本当当事者ですけど、じゃあその頃の二次会で、ね、曰く付きの結婚だったんですよ。もうね。曰く付き。じゃあもう二人はもうすでに呼吸が合ってたというか、あれじゃなかった。もう言葉はいらない。うん、まあ暑い夜は何度も過ごしましたね。いや本当マジで言葉いらないと思う。なんか、いやでも言葉はいらないかな。いらないよ、そのワンテンポ遅らせてくんだよ。気持ち悪いな、なんか逆に気持ち悪いわ、なんか噛み締めるような、ね、いらないんだよそれな、ね、あの石川さんの話途中でしたけど、はい、ちょっと石川さんも交えてね、僕ちょっと今日見てほしいものがあるんですよ、実は。何自分のなんですよ。なんだよ気持ち悪いな。僕1年後に解散するロックバンドっていうのやってるじゃないですか。で、まあ、この曲でも番組やらせてもらってるんですけど、ファーストシングル一番ガラスっていうのがですね、まあ、好評につき MV 作っちゃいましたっていうやつです。でこの MV が、まあ、まだ公開前なんですけど出来がいい。ちょっとねストーリー性もあって泣きそうになる。本当に、うん、でカメラワークもすごくて、これセプテンバーの直人くんっていう人が撮ってくれたんですけど、ね、出来がいいのでちょっと持ってきちゃいましたって、うんうんうん、で石川さんも交えて見たい、流していいですか。見たい。ちょ感想いただいていいですか。はい、じゃあ流してください。一番ガラスどうぞ。あいつじゃないんだカメラ。やっぱ人生厳しい。世界で一番の愚か者だな。人の気も知らず、ほらはピーカーパンサーを日差しの中、あのしゃぶりの日々。弱さという優しさで。
どういうストーリーこれ、どういう目で見てんだあいつ。いや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 、もうまるっと流しちゃいましたね。どうですか。いや、すごくいいですよね。っていうか、うん、私実際の演奏を藤くんの生誕祭で聞いたんですけど、はい、こんなうまかったのって、その実際の演奏の方がその MV よりも全然もう何ランクも上っていうか。ありがとうございます。ベタ褒めじゃん、うん、そうだ、あのキャパでやるのがもったいないと感じるぐらいの演奏力ですね。もうそれぞれが強すぎて、もうなんか、うん、ね、だから、うん、ちょっとまあそろそろ解散ということもあるのでですね、もったいないな。これがまた一期生が終わるっていうスタイル、実そういうことなの、うん、で来年から二期生が始まるわけなんですまあでもそれはあまり大げさには言わずに、公表せずにというか、とりあえずでも一期生の解散ライブをしなきゃいけないなということでですね、新年1月14日かとかだったかな。あ、もうそれ決まってんだ、うん、どこ有明アリーナ、あっとね、なんでどこどこよ。いや今ねちょっと箱考えてるんですけど、まあ、あの来客プラス配信で、うん、ちょまあまあ、うん、その中くらいの箱でやろうかなみたいなことで、1月14日無料ライブ、無料なの、無料ライブ、もう解散だし、うん、あそう、やっぱ俺らは金取ってなどうのっていうよりも、まあ、1年目だし知ってもらう、見てもらう、とにかく足運んでもらう、で会場で飲んでもらうみたいなことを。ああなるほどね、面白いね。チケットで払うぐらいならその金で酒飲んでみたいな。ああなるほどなるほどなるほど、めっちゃ2年目から金取るやんそれ。いやそうでもないよその前振り2年目から取っていくぞって。いやいや2年目も多分同じようなノリでやって、うん、で僕の構想の中では3年目ぐらいでガールズバンドかなみたいな。ちょっと一回そこで変革球入れて、で曲は脈々とこう受け継がれていくんですよ。それはあの時コピーでやられた曲、それともオリジナル。オリジナル、どういうことですか。その、うん、私この間見たライブとかでは、うん、X ジャパンとかをよく歌ってらっしゃったんで。それはチェリーズの方ですね。それ道玄坂チェリーズではコピーやりました、うん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 、でも1年後に解散するロックバンドはオリジナル中心で、今3曲目までできてるので、そうですね、あともう1個2個ぐらい作って、あとコピー、例えば知り合いのシンガーとかミュージシャンが多いんですよ周りに、そういう人たちの無理やりカバーしてとかね。今考えてるのは奥園直也くんっていう人のね、はいはいはい、わかるでしょ、直キャンのキャンディーハニーベイベーっていう曲があるんですよ。あれは売れないわ。あれ売れるでしょ、知らんけど知らんけど、あれをね、あの人爽やかポップスな感じでやってるんですけど、ちょっとパンクロック調にアレンジしていただいちゃおうかな。あいつが歌うってこと。まあゲストボーカルみたいなことはするかもね。あそう、うん、あそうなんだ。逆にこっちの歌も歌ってもらうみたいなことやって、なるほどね、そういうのを積極的にやっていこうかなみたいな。あ面白いねそういう、そう交わり方ね。そうそうそう、どんどん広がり、新しい音楽の形を作っていこうみたいな。作っていこうみたいな。ああいいじゃないですか、いいじゃないですか、いいね、面白いじゃないですか。そういうことです。ナオキャン見てる？ナオキャンいやでも第2期生もあるっていうことはまあまあ続いてくんだなという感じはしてたけど、うん、いいんじゃないですか。あとだからその1年後に解散するバンドで走り出し、あと何百何日とかやってたけど途中で終わってますけどね。あれちょっと疲れましたね途中で。多分飽きたんだなぁとは思ってこんなこのインスタでこのなんかボードかなんか持たして毎回誰かしら違うやつに、あと300何十日とかやってたのに、なんか300日ぐらいで終わってんじゃん。あれ違う、残りわかんない100日ぐらい、200何十人ぐらい多分やったんだよ。でだんだん疲れてきてボード持ち歩くのもなんか嫌だしで、なんか俺どこで出るかなとずっと思ってたけど、私は思ってたね、そう、だからでももうなくなってるから、うん、いやないんかい言うてもう、ね、疲れました雪男あたりで疲れました出てたの。出てました出てました。
いやでも面白いね、なんかそういうなんだろうテイストでやってたから、うん、そうなんですよね、もったいないなとは思ったけど、うん、でもとりあえずね1年目、うん、とりあえず藤橋プロデューサー1年目も、うん、ねここに来て、まあ、ちょっと今プロデューサーのとこいじっただろまあここに来てねもう終わりに近づいてってまあ、次に向かってみたいなところまた面白いんじゃないですか、メリハリあって面白い、ね、また追っかけていきたいなとも思いますよね、うん、でもよかった、うん、1年で終わらなくて、やっぱそうですか、そうせっかくねもったいないよと思ったの、そうなんですよ、うん、なんかね知名度が積み上がっていかないっていうのが一番もったいないのかなと思ってて、あんだけ実力あるのに終わっちゃうのって思った、そうなんですよ、あんだけ実力あって、はい、テレビにも出させてもらって、でね、こうやって番組を持たせてもらってみたいなことやってるんで、まあまあ2年目もちょっとメンバーチェンジありつつ頑張っていこうかな、いいじゃんいいじゃん、今実際どうなんですか、なんかその彼らの、うん、そのしモチベーションみたいなとこ、いや変わってんのかな、なんかその露出度とかなんかどうなんだろう、あのやっぱつながりが増えたですね彼らは、でそこで、まあ、心の豊かさとなんかやりたいっていう時に、うんサポートできる、まあ、仲間がいるみたいなのが、そう人生の豊かさみたいなところはすごく提供できたと思う、で初めての経験みたいなこともみんないっぱいしてるので、うんうんうん、なるほどね、それをまあ今後に生かす、まあ、チャンスをつかむ発射台みたいなポジションの、うん、なんかあのみたいなのは作れた、まあちょっと土台は作りながら、うん、あとはでもまあ最後までは面倒見ないにしろ、うん、まああとはここまでやったからあとお前らそうちょっとやっとけよっていうなんかちょっとしたこう背中を押す感じの、そう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 、もう登竜門っていうね、だって言うても別にミュージシャンじゃないし、うんうん、できることって限られてるけど、うんうんうん、まあでもここまでは僕の、うん、なんつうのかな責任じゃないけど、うんうん、僕のあれでやっても趣味も半分兼ねながらやってもいいかなみたいな、なんかいい話じゃん、あいつら見てんのか、見てねえなあいつらそれをあいつらがちゃんと汲み取ってくれてたらいいけどねじゃあなんかそのね藤橋プロデューサーにおんぶに抱っこで、うん、いやここでなんか乗っかっといたらなんかあんじゃねえみたいなのが 100% あるんであればあいつらずっと売れる気はしない、だってそこに自分の努力が実ってなければうんうん、っていうことだと思う、私だってババアなりに思うけど、ああババアが言うよ、ババアが言うよ、ババアが喋るのか、ババアが言うよ、思うけど、うん、こんなにこう与えられた環境って、環境ね、環境確かに、ごめん日本目だけど、あ三本目だから、あの早こんなね、あ与えられた環境ないよ、環境言うだけ、うん、ババアなりにやっぱり思うけど、うん、やっぱりみんななんかやっぱりそういうこうねこれからウィダッシュのアーティストって自助努力をしてるから、うんうん、こんなに与えられた環境ないよなって思って客観的に見てたの、ああなるほど思ってた、でも結局導いてくれる人は最後まで面倒は見てくれなくてある程度の道筋を作ってくれるけど、うんうん、あとは自分の力量でどうにかっていうのは、うん、多分ビジネスも何でも多分自分の人生の中絶対そうだから、うん、だからそれをきっかけにどうやって自分が羽ばたけるかっていう部分の話で、うん、本当にでもね占い師だけどやっぱりそういう相談ってくるけど本当にそうで、やっぱりなんかこうやってもらってっていうことに甘んじてる人って、うん、運気どうですかとか、うん、開運どうですかって言うけど、うん、そうじゃなくてやっぱりもっと自分でも努力をしているっていうところとか、うん、力を借りないでも自分でもフィールドを広げていけるって人じゃないと、うん、ああでもねそれで言うとね彼らはもうすでに自分らの中で、完全に努力してやってきてる人たち、それは思った。なんかね、あの演奏を聞いててそれぞれやってらっしゃる方なんだろうなとは思った。相当やっぱみんなすごい。うん、で、うん、で僕は音楽のことはマジで素人だし、何を言える。うん、だから、そこリスペクトを持って接することができるっていうのも一つすごく良くて、うんうん、まあ、彼ら何に彼らの人生を頑張って生きているっていう中の一つのまあエッセンスとしてこういうちょっと。集まりがあってもいいんじゃないのみたいな、でそこでなんかプラスアルファ得られることがあれば、うん、生かしてよぐらいの感じですね、それぐらい立ってる感じだと思いました、すごいんさあの人たち本当に、そう、まあそんなこんなでババアの占いの話出ました、ババアか
はい、わかりました。はい、あ、恋愛マッサー、そう、ちょっと恋愛の話に戻したいと思うんですけどね。恋愛マッサーね、確かに音楽長かった。何、うん急にスイッチ入ってなんか占いもよくされてるということで、ちょっちゅうやってます。そうそう、でさらに恋愛のその駆け込み寺的な要素が多いんですかね。多いですね、うん、恋愛と性に関する、恋愛と性、性に関してはもう得意分野というか、うん、鳥越で話せるんでありがたいんですけど、そんなに経験ないくせにそうですね、そうですね、そこあそこ鵜呑みにしちゃうのそれそうです。いやいや、だからそのどんな悩み事というか、あの話が寄せられる、気になるね、確かに確かに比率的にね。待て待て、そうですよね、男性の方が多いんですか女性の方が多いんですか。私ね、うん、あの男の人あんまり得意じゃなくて、あ、男の人のが得意で、割とでも男の方が性に関してデリケートだったりしますよね、うん、そう、でも、うん、なんかこう心を掴んだら率直に言っていただけるって素直に言ってくれるから、あ、男って可愛いなって思っていて、可愛いんですよ俺は、可愛い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 で言ってるところあるんで、うん、そうだから、そしたらそこにもやっぱり素直に答えようって思うから、うんうんうん、あの例えば仲折れしちゃうんですとか、お女性満足しきれないとか、すいません、ね、今あの答え合わせしようとしよう今あとはね、一個飛び越えてくださいねここねもっと女性を喜ばせたいのに、うん、俺の本領が発揮できないんだみたいなこととか言われたら、いいよって言って、本領ね、はいはい、それ都市的な、やっぱ40超えると、うん、あの自分ではこうなりたいっていうこうね、あのストーリーを描いてるんだけど、そこまで、はい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 、例えばですよ、こうやってアルコール飲んじゃったりするとホッってなっちゃうと、あ、ありますよね、本当あるよね、やっぱりある、あります、あります、うわ、そうでしょ、いや俺はない、本当ありますよね、あ、分かる、分かってるわ多分元気だわいや、なんかそのアルコールだけじゃなくて、なんかいろんな、なんかこうメンタルのあれとかでも、あ、じゃあメンタルあるよ俺、うん、この間初めて、うん、仲折れした、初めてなの、いや、それ多分愛がもうなさすぎて、はい、そういうこと、え、もうめっちゃ泣いちゃって、ほんと、めっちゃ泣いてごめんって言いました。なんとなくこう見てないでほしい、ほん10代とか20代のイメージだとコッコッコッっていけるじゃないですか、もうめっちゃ俺もう人生で初、もうびっくりした、ね、その夜の間に何発もできたみたいな感じのパツ言うな、記憶がパツ言うてる、これもいいんだよ、パツ言うてる、パツだからいいんだよね、だけどまあそのイメージがあるから一発もいけないみたいな感じ、うんうん、っていうのは、あ、一発あれさ、かわいそうだわそれは。まあでもさ、年取るともにそういうのはあるとして、あるとして、申し訳なさをどう解消すればいいでしょう、うん、でもね、意外と女って、うん、なんかその申し訳ないって言われることがあるんだけど、うん、それがかわいいって思うから、かわいいと思うのかな、ってなってくれればまだいいんですけど、なんか気まずい空気流れるじゃないですか、でこっちはごめんごめんごめんっていうのもなんか変だなとか思いつつ、うん、ちょっと言い訳したりとかしてちょっと疲れてるのかなみたいな、よく聞く話だ、うん、よく聞く、でなんかお酒飲んじゃったかなとか、最近ちょっと元気ないんだよとか、そうコロナになっちゃったからとか聞く、なんか言うじゃないですか、そう、でそれに対して、まあ、いいんだよとかっていうことを言ってくれるんですけど、それって多分でも本当は何こいつって思ってんだろうなとか思っちゃうと余計気まずくなって、さらに言い訳を重ねてしまうみたいな、ダッサい現場が出る、やだ、そういう未来が待ってんの男って嫌なんだけど、でも今いくつだっけ、34、いやー、むっかーい、ぐらいの頃どこでテンション上がってんのいや俺も絶対嫌だそういう未来、男の40代の人の話ばっかり聞くから仲折れするとか、なんか女性を喜ばしきれないとか、うん、なんかあとそうテクニックで頑張ろうみたいな、全然ある全然あるよ、全然ある、悲しくなるわそれ、そんなことない、でもそれが可愛いっていうか、うん、でも意外と女性ってその本番よりも前儀で結構満足しちゃってるところがあるので、うん、なんかそのもうじゃあもう本番はウィニングランみたいなことですね、うん、なんかどこまで鳥越で OK が分かんないんですけど、いやいい、もう NG ないから、こっちであのこう本番でこう行かせようみたいな感じじゃなくても、うんうん、その前段階の前菜の段階で結
ごい満足でこの人素敵って思ってるところあるんで、大体そこごめんねって男性は思ってるんですけど、うん、前儀で大満足って思ってるから、その後何がね、肉とか魚が出てくるか、うん、何が出てくるか分かんないけど、意外とその前儀の部分で満足しちゃってることっていうか、この人素敵って思ってるから、男性ごめんねって思ってるほどごめんねって思ってないことあるじゃないですか。じゃあもうコース料理で言うとメインディッシュは前儀で終わってるってことですね。そう、もう本当にそのあのアペタイザーの部分で終わってますよ、うんうん、もうそこは出さなくてもいいんでしょ。かわいい。もうだから究極入れなくてもいいみたいな。あ、極端なこと言えばそうですよ、うんうん、究極でもう入れてもふにゃってなってても柔らかくても、うんうんうん、でもごめんねって言えばいいのよって、うん、いいのよって、またこうコンディションがいい時にはクッてコリコリってなってる時があるんだろうな。コリコリだろ。コリコリ。その表現話違うんだ。その表現あるんだ。それ鳥越大丈夫かな。びっくりした今なんか看板出たから、これをやめてくださいっていうのかと思って。いや全然 NG です。あ、OK、全然 NG です。全然我ら青少年なんでちょっと性がちょっと何言っても OK です。じゃあ一番やべえこと言ってみて、はい、一番やべえこと言ってみて、はいはい、だって私なんだろう、いや、どこで興奮してんの、どこで興奮してんの、それ松本明子さんみたいにちょっと追いやられたくない、どこで興奮してんの。ちょっとね、まあ継続して出てきたいんで、ね、あでもそういうことだよ。だから、うん、もうよかったら40代ね、うん、本当に40代男性の中で希望持てたんじゃない、今の言葉を聞いて。いや俺も言葉を持てたよ、うん、これから40に差し掛かっていく中で、うん、なるほどねって思ったから、うん、でもやっぱ折れるよ、折れるし、なんかその奮い立たせる、うん、なんだろうな、奮い立たせるものを持ってない相手も相手だとちょっと思っちゃったりもする。あー、それ出た。やっぱそうですか。そうですね、なんかそれこそ、うん、そのセミナーでも話したけど、うん、やりますやりますっていう感じの、うん、ゴリゴリにやる気満々で来ちゃうと、いやそれに応えられるのかなって思ったりとかするから、なんかそうできなくてもできなくてもいいのよ、うん、っていうくらいが、決して責任転嫁するわけじゃないんですけど、うん、女が裸でまた開いてりゃ男を興奮するんだろうみたいな感覚の人に文句言われたところで、お前に言われたくないけどねみたいなちょっとあったりとか、でもそこに愛はないじゃん絶対、うん、ないっす、ね、愛はない、ないパターンあります、ね、でも愛がないセックスは気持ちよくはないかもしれない。そうでしょ。だからなんかそれでも、いや結局じゃあそれで年重ねていくと思った。あの若ければさ別にどうだって元気になるじゃん。うんうん、でもなんかそれはわかる。言う続けて。三十になって。でしょ言って。本当にでもそう。でもそうっすよ。それ多分男女共通な気はする。うん、でも男がどんだけなんか性欲強くても。うん、そこに愛がなければ性欲自体が弱まってる感覚はなんとなくあるかも。でしょ。だからあのね、なんかめっちゃある。寝不足が良くないかなとか、うん、なんかそこに備えて例えばいいのかなって自分でこうすっきりするような行為とかあるじゃないですか、うんうん、そういうのをやらないでその日に備えようってけなげじゃない、うんうんうん、で別にそれがうまくいってもいかなくても、うん、なんかそういうの可愛いと思える、なんかその人好きっていうよりももう人間として可愛いって思えるぐらいじゃないと、なんかその男性と女性とってうまくいかない気がして、それは女性もそうですけど、なんかそこに備えてなんかこうあの綺麗にしとこうみたいなとかあったりとかするけど、でもそこでうまくいかないとか、いかあのどうとかじゃなくて、そういうの可愛いって思える感じじゃないと、なんか男性と女性ってうまくいかない気がする。あとね、さっきの愛の話で思い出したんだけど、うん、やっぱりなんやかんや言って回数重ねた方がいいですよね。だんだん良くなってくる感じ。そう、やっぱその場限りとかの人よりも全然、絶対そう、10回20回ってこう重ねていくと、はいはい、分かる、分かって欲しくて言ったんじゃないんですけど、あなたに。違うの？いや、俺分かっちゃうわ。分かる？分かる。だからやっぱりそうなんですよね。そうでしょ。だんだん体良くなってくるよね。それ分かる。そう。で、なんかね、誰かが、あ、そう、あの一番のメインボーカルのゆきたくんがね、うん、やっぱ相性大事ですよね、みたいなこと言ってたんですけど、うんうんうん、相性って甘えだろって言ったんですよ。大事な話してる。結構深い話だと思ってて、うんうんうん、相性って、自分が努力しなくても、うん、
天から与えられたなんか運命みたいなことじゃないですか、うんうんうん、じゃなくてもう10人相手がいたら、うん、まあ、その相性がいいと思われるのは1人か2人ぐらいまでかもしれないですけど、うん、その2人を3人に増やす努力を自分がしてんのか、分かる、で自分が相手に相性がいいと思われる努力してるのか、うん、っていうの大事なんじゃないかなと、分かる、私ね毎晩ね、うん、ストレーニング、あ、言っちゃって大丈夫か、何ストレーニング、あ、やってんすか、やってるやってる、だから何のために、え、まあ、来るべき時にって言ってていうか毎回どこ見てんの、俺の方向くけど恥ずかしいよ、いや、ちゃ、ねえねえ、もう恥ずかしいよ、一回も目合わない、これ僕にしか分かんないですよ、合わせてるんだよ、毎回ここ素通りし、だから合わせるターゲットが狭すぎるから分かんないよ、お前目、お前目、お前目、ね、行きましょう行きましょう、チストレーニングね、やっぱりだからこう、はい、ヨガやったりとか、うん、はいはいはい、それこそ、まあ、ちょっと恥ずかしいですけど、まあ、ちょっと自分でこう開発してみたいな。おお、恥ずかしいね、それ。どうやってですか、ちなみに。でも、やっぱり、うん、まあ、そこの講座で話したのは、うん、自分の体って自分で愛するっていうことはすごく大事だと思うから、うん、はあはあはあ、自分の指で、うん、自分のそういうところを、こう毎日チェックするっていうことをすると、すごくいいですよって話をしました。あ、じゃあ石川さん毎日チェックされてるんですね。チェックしてます。チェックってどう具体的に、いいんですか、鳥声大丈夫、え、言っちゃって、え、ちょっと聞きたい、めっちゃ聞きたい、まあ、指をこう自分の性器に入れて、うん、しばらくちょっと置いておいて、うん、暖かいかなとか、へぇーってなるかなとか、牛の直腸検査みたいなことですね。そうです、すごい、そういうところ、違うだろう、相手に確かめてもらうよりも自分でその状態が分かっている方が、うん、調子が良くないんだけど、あ、調子とかってなんかあります、毎日ね、指を入れておくと分かるんですよ。ほぉ、それ本当になんかこう、これから推奨していきたいなって思ったんで。どう変わるんですか、温度とか、そういうこと、温度、そう、温度とキュッていう感じ。え、でも多分自分の指入れてる時点で、うん、もうそこでキュッてなるんだったら、うん、男の人にも尽くせる感じがする。小声で何、うんうん、あ、でもそれはそうだと思う。だからそうじゃん、そういうことじゃん、男対男の人に対しての戦闘態勢を整えてるっていうか、うん、なんかそこに向けてちゃんとやってるよっていう、うん、だって自分の指入れとか、うん、いや自己満でしかないけどな、いや、わかんないけど、うん、もうそれでちゃんと体が反応するんだったら、そう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 、男の人に対してもちゃんと奉仕できるよねっていう体作りを常にしてるんだなっていう。ああ、なるほどね。ブルペンで毎日肩作ってるみたいな。そうそうそう。でもそういうことだよ、ね、な、誰に聞かれたくないボリュームなんだ。みんなやってほしいなって思う。めっちゃ。すごいっすね。え、そういう意味である、ある意味ストイックじゃん。めっちゃでもなんかみんなそれやってる世の中ちょっといいっすね。でしょ。いや、そう、あ、や、この人もやってんのか。すごい、それ浸透させちゃきたい。でしょ。やっぱ思うでしょ。やっぱりそういういつでも受け入れる体制を作っておくってすっごい大事だ。なんかエロを飛び越えた領域にある気がする、うん、それなんだろう。でも自分も不調の時があるから、あるんだね。ある、女の人もスランプある、うん、ある。だから男性が不調でも全然そうだよねって思えるの。どうなるんですか、スランプの時は。締まりが悪いし、こう液体が違いますよね。ああ、あの粘性がね、粘性が違います。なんかさらっとしてる時とさ、やっぱりそうなの、うん、やっぱ時期によって違うんだ。時期なの、液体が違う。周期ですか。そうです。あ、なるほど。とか、なんかストレスの具合とか、うん、なんかいろいろあるんですけど。すげえ。なんかこのタイミングで。びっくりした。局長からそれ言うなよって。読んでください。左の兄さん、髪を切った方が良いんちゃうね。あ、でもいいんです。髪の毛の長さよりも。いや、書いてない、書いてない。書いてない、確かに。左の兄さんってことは、ああ、じゃあ、こっちか。そっち、そっち、いいのよ、そんなもうちっちゃいことはいいの。誰だろう、なんか知ってる人っぽいな。ねえ、知ってる人っぽい、多分知らないけど。髪の毛の長さも大事だけど。誰だろうな、ね、知り合いっぽいな。だって俺でいじられないでしょ、多分髪の毛切って。知り合いっぽいな。まあ、好き好きありますからね。髪を切るよ、髪は、うん、まあでも人間愛です。人間愛ですか。そう、
あの上半身より下半身気もね、あの可愛いって思ったらそれはいい。確かに。もうじゃあいい言葉で締めていただきました。はい。で鹿まどかさん最後になんか一言。確かに締めてもらいたい。この締まりをね。そう、締まりやっぱ重要視してるから。締めただけに。バンしないで。そう、やっぱ締めてほしい。大丈夫？ちゃんと締めましょう。この見てる世の中の男ども。で最後、はい、ちゃんと。僕は石川まどかさんでしたで振るんで、最後一言お願いします。はい。はい、じゃあ今日はありがとうございました。石川まどかさんでした。ありがとうございました。皆さんまぐわいましょう。マグワイヤマグワイヤあーなんだっけ、はい、アメリカのなんだっけなんか60何本打ったなんか 打って打った人でしょ。じゃあ打った、そう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 、打って打ったやつマグワイヤね、はい、とサミーソーサね、あれ2人でね、はい、やってましたから、はい、はいはいはい、あ最後クセキュっぽい話終わったわ。ねねね、最後ホームラン、あのメジャーの話、全然画面消えてない、野球の話終わりましたから。マグワイヤマグワイマグワマグワっちゃマグワっちゃおう、マグワっちゃおう、はい、マグワっちゃいましょう。